ものすごい身近にありすぎてありふれたもの、どん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 症状が良くなっていって、僕にとってはもう本当に救世主でしたね。ヘンプは本気で地球を救うと思ってます。二酸化炭素の排出を減らすっていうその命題の中で、これほど可能性のある植物はないのじゃないか。いろんな意味での誤解ですよね。都市伝説みたいに広まっちゃった話も多いんで、科学的な証拠をもとにですね、世界ではそれを認めていく、変えていくことをやってるので、正しい知識をもう一度勉強し直さないといけないです。ヘンプは今の消費がすごいされる社会から循環される持続可能な社会を作る重要な役割を持った植物です。植物です。そこにある植物です。いわゆる産業用のこの大麻ヘンプっていうのはですね、もう捨てるところがない植物だっていうふうに言われてますね。そのマリファナの成分を含んでない、産業用の大麻っていうのがですね、それを総称としてヘンプというふうに今呼ぶようになっております。農薬はほぼほぼ使わないです。ヘンプは栽培することで土壌に含まれているその化学肥料だったりとか有害物質っていうのを吸い上げる力を持っているので、根が地中深くまで行き渡るので、実際にヘンプ自体収穫した後っていうのがその土壌回復、ふかふかになるってことから土壌が回復するというふうに言われています。ヘンプもマリファナもどちらも大麻に分類されるものなんですけれども、本当兄弟みたいなもの。ヘンプとマリファナの違いっていうのは、国だったり法律で若干定義は変わったりするんですけど、ヘンプっていうのは主にその CBD が含有されているもの、よく使われるのは産業用大麻っていうふうに言われるものは基本的にはヘンプになります。 THC が 0.3% 未満のものを産業用大麻っていうふうに定義しています。マリファナっていうのは大きな違いとしては THC が含有されている、嗜好品としてよく使われています。大麻博物館は2001年から始めております。もう早20年ですね。そうですね、日本の大麻って、衣食住全てに関わりがあると言われてます。麻の葉模様ですよね、見ない日がないぐらい、気がついてみるとこんなところにもってよくあります。日本人のアイデンティティであったり宗教など、本当もうどこまで関わりがあるのかっていう、まっすぐ伸びる植物、まっすぐ早くですね、子供がすくすくまっすぐに生きてほしいという意味から、アサミだとかアサコだとか、男の子のお名前でもアサがつく名前つけてる方います。お米と並び立つ農作物だった過疎の村とか限界集落でこの大麻を作って、布にしたりして、それで稼いでた。神社では大麻はいろんなものに使われてるんですけれど、一番わかりやすいのはガラガラの鈴縄、鈴をですね、あれの紐に使われてたり、最も重要なところとしては神職の振る払い串、大麻と書いて大野さんって言いますけれど、指令という雷型の紙の方が目立つんで、そちらに目に行くかと思いますが、その中心についてるのがこの大麻の精です。大麻の繊維の中から出てくる不思議な力で皆さん払い清めてますよというのが、日本の神道の作法だったりします。日本の麻の大麻は夏涼しいけど冬あったかい、日本の気候風土に適応する形で独自の発達を遂げてるんですよね。これだったりするんだけど、すごい普通に柔らかい。そうそうそう、うちではこの大麻の布、機能性自然素材って呼んでます。麻ってみんな硬いと思い込んでますけど、本当の元々の麻である大麻って柔らかいです。赤ちゃんの産毛に使ったりとかね、してますので、糸にしっかり水を含むんだけど、早く乾く。化学繊維のね、まるっきり逆の性質持ってるって考えた方がいいです。あと、火に強いとか、昔の防火服にも使われてました。私の手に、濡らした大麻の布巻いてます。これコットンの布だったらもうこの時点でもうあちゃ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 って火傷しますよね。それ起きないんですよ。見ててほしいのはこの蒸気、
布に含まれている水分熱湯になってますけど大丈夫というとこです。話し出すと長いんでね。ヘンプっていうのは意外と身近なものにも使われていて、5万種類以上の使用用途があるというふうに言われています。服の繊維になったりとか、食事にも使われてたり、最近だと医療に使われてたり、本当衣食住全体を網羅したような植物になってます。ヘンプはアパレル業界でも注目されています。ヘンプ自体がその少量の水で育つことから、そのコットンよりも地球に優しい、実際にリーバイスやパタゴニアではもうヘンプを使った衣服っていうのが販売をされていて、地球に優しい服を作っているそうです。ヘンプシードはオメガ3脂肪酸だったりオメガ6脂肪酸っていうのが含まれていて、ヘンプ自体に良質なタンパク質が含まれているというふうに言われていて、天然なものでバランスよく栄養が取れるような植物です。皮脂腺の皮脂の分泌を抑制するという効果がもうはっきり出ています。お肌のいい状態を保つ効果っていうのは十分期待できるというふうに思います。繊維ですね、これっていうのは今非常にいろんなものに使えるっていうことが注目されていて、今すごく研究がされている分野としてヘンププラスチックっていうのも結構今できてたりしていて、ドイツの車で BMW って有名な車がありますけど、まあ、それのダッシュボード の材料なんかも全部今ヘンプを使われていますね。CBD っていうのはですね、大麻草に含まれる成分ですね、カンナビノイドって言うんですけれども、その中の一つの種類 CBD ということになります。カンナビノイドの作用するリセプターというのが有名な CB1 リセプター、CB2 リセプターというのがあるんですけれども、この CBD というのは実はそれ以外にあと8つの受容体にも作用できるということが分かったんですね。医療的に有効な効果っていうのを、効果の大半が実はこの CBD の効果であったっていうのが近年の研究で分かってきたんですね。生活習慣病を予防する効果っていうのが注目を浴びてるんですね。心臓病、糖尿病、認知症にいいっていうふうに言われてます。CBD には脳の炎症を抑えるっていう効果があって、認知症を予防する効果があると。人には自分の体を守る免疫システムっていうのがあるんですけれども、それが低下してしまうと感染症にかかりやすくなったりだとか、あるいは免疫が下がると癌になりやすくなったりとか、逆にですね、この免疫が強すぎるとアレルギーを起こしたりだとか、リュウマチだとか言うんですけど、自己免疫疾患っていう、その免疫細胞が暴走した状態ですね。どうもこの CBD には免疫細胞を調節する、ちょうどいい状態に保つというですね、免疫をコントロールする効果というのがですね、今非常に期待されているところですね。 CBD にはうつ、不眠症、それからストレスを軽減するっていうふうに、言われていて、でこれ自体はWHO だったり、いろんな海外の研究で言われています。実際に医者が処方したりということがもう行われています。グリーンストアといいます。こう見えて社長でございます。本当にいっぱいありまして、一番多いのがオイルかなと思います。ベロの裏側に垂らして摂取するタイプ、次にベイプ、人気なのはグミ、キャンディーもあったり、スキンケアもあったり、バスボムなんて面白いものもありますし、ペット用製品なんかもあります。で年齢層は、やっぱり25歳から36歳ぐらいが一番多いですね。私は生活に使っているのはオイルで、お風呂上がってから舌下の下に乗せてます。僕にとってはもう本当救世主でしたね。仕事が忙しくて寝れずに困ったんですけど、 CBD を取った日から自分は睡眠が改善して、30代から60代ぐらいが一番悩んでる方が多いかなと思います。お仕事でもそうですし、よくわからないけどプレッシャー抱えて生きてる人多いんで、ちょっとこう常に気張ってる人に使ってもらいたいなと思います。ヘンプの市場規模は2028年までにおよそ 1.5 兆円
にまで大きくなるというふうに言われていて、で実際にこうしたそのヘンプに対しての活動だったりっていうその盛り上がりのことをグリーンラッシュっていうふうに言われています。森林伐採をされたものと同じ面積のヘンプを覆えることによってこの温暖化対策にもなる。レッテルを貼ってるのは人間の都合で貼ってるわけで、ヘンプをもうぜひその悪者扱いしないでいただきたいと思うんですね。それはあくまでも人間の都合で刷り込まれた情報であって、ヘンプにも本当に有効な成分があるんだと、科学的な証拠をもとにですね、世界ではそれを認めていく、変えていくっていうことをやってるので、日本もですね、今までの知識っていうのがひょっとしたら古い知識であって、国際的にはこれは変わってきていると、これ今まで信じてきたことが本当なのかなっていうことをですね、検証する、そういった目をね、持ってヘンプについて、ぜひ知っていただきたいですね。僕は今の世の中消費がたくさんされていると思ってます。 C&H にとってヘンプはエネルギーだったり物、そういうものがどんどん循環して使われてまた再利用される、カーボンニュートラルの側面だったり、循環型社会を実現するその本当に重要な役割を持っているのがヘンプだと思っています。ヘンプは本気で地球を救うと思っています。